サンギナリンは、毒性のある多感ンアンモニウムイオンである。名前の由来となった、サンギナリア属のほか、アザミゲシ、草の王、竹にサ等の様々な植物から抽出される。サンギナリンは、膜貫通タンパク質である NAA、KATP、アーゼに作用して、動物細胞を殺す毒である。流行性水種は、サンギナリンを摂取することによる病気である。皮膚に触れると、 死んだ、組織の大きなかさぶたができる。そのため、サンギナリンは、かさぶた側性を持つと言われる。ネイティブアメリカンは、かつてサイト薬呼吸器の補助、その他様々な病気の治療のために、サンギナリア族を用いていた。アメリカ植民地では、サンギナリア族由来のサンギナリンが異母治療薬として、用いられた。1869年に、 ウィリアム・クックのザ・フィジー・メディケル・ディスペンセトリの中に、サンギナリンの製法と使用法の情報が記載された。1920年代から1930年代には、ジョン・ヘンリー・ピンカードが販売した薬品ピンチャード S サングイナリアコンパウンドの主成分として用いられた。ピンカードは、この化合物を、肺炎、咳、肺の弱り、喘息、また、腎臓、肝臓、膀胱 胃の不調を治療し、血液や神経にも良いと宣伝した。1931年、ピッカードの主張が詐欺であると判断した連邦当局により、この化合物のいくつかのサンプルが押収された。ピッカードは法廷で有罪を認め、25ドルの罰金刑を受け入れた。最近では多くの代替医療の企業がサンギナリア族由来のサンギナリンを がんの治療法として宣伝している。しかし、アメリカ食品医薬品局は、サンギナリア族や、その他のサンギナリン含有植物を含む製品の抗がん作用は証明されておらず、そのため使用は避けるべきと警告している。実際、このような製品の経口摂取は、抗抗ガの前兆と考えられる、白板症と関連している。さらに、皮膚がん治療のため皮膚に、 サンギナリンを接触させると、大きな傷跡を残す一方で、皮膚内の癌細胞は生存し続ける。そのため、皮膚癌治療には推奨されない。植物では、サンギナリンの生合成は、4、ヒドルキシフェニルマイナスアセトアルデヒドと、ドーパミンから始まる。これら2つの化合物が結合して、ノルコクラウリンを形成し、さらにメチル元が孵化して、N メチルコクラウリンとなる。 次に、酵素エヌメチルコクラウリンマイナス3、モノオキシゲナーゼが、ヒドロキシルトを孵化し、3ヒドロキシエヌメチルコクラウリンとなり、もう一つのメチルトが孵化して、レチクリンとなる。この時点までのサンギナリンの生合成は、モルヒネの生合成と実質的に相当である。しかし、モルヒネの場合は、コデーノンに変換されるが、レチクリンはベルベリン化強酵素により、 スクレリンに変換される。そのため、ここは、サンギナリン整合成の重要な段階である。スクレリンが、どのような経路をたどるかは、完全にわかっていないが、最終的に、ジヒドロサンギナリンに変換され、さらにジヒドロベンゾフェナントリジンオキシダーゼの作用で、サンギナリンとなる。サンギナリンの生合成。ありがとうございます。